紅玉チャンネル始まるよ。どうもみんな元気しとる紅玉のオリオンです。アマネです。クレイクタンです。はい、この間ですね、すごく面白そうな診断を見つけまして、それを今日はやっていこうと思うんですけど、その名も要注意人物は誰だ、サイコパス診断。イエーイ。いや、面白そうと思って。最高。はい、こちらの企画は回答をしてもらうんですけども、その問題とその回答が合っていればサイコパスという診断になっております。はい。なんかサイコパスが出るからね。そう。当たってたらサイコパスっていうことだからね。本心でいくからね、全部。まあまあまあ。それでは本日のバリバリやっていきましょう。イエーイ。紅玉。まず第1問目からやっていきたいと思います。いきますよ。ある日、あなたが部屋で横になっていると強盗が侵入してきた。身近に身を守るに使える武器はなく、隠れることしかできない状態です。あなたはどこに隠れますか？なるほど。何もない部屋で、部屋で横になっていると強盗が侵入してきた。どこに隠れるかな。まあ、書いていこうか。うん、思いつきでいいな。まあ、部屋、まあ、そこもどこでもいいよ、もう思いついたの。はい。それで答えが出揃いました。はい。じゃあ、誰から行く？はい。はい。ベッドの下。うん、ありがちやね。なんか、様子を伺いながら、ちょっと見える感じがいい。でも見えたら怖いじゃん、めっちゃ。あえての布団の中。ほう。見くられそうじゃん。え、様子を伺いたいやん。怖いけん、これよくあるやつ。怖い怖いってやつ。テーマ、クローゼット。ああ、クローゼットとか押し入れとか、まあ、何がこれがサイコパスなのかが分からん。だって私たちが犯人なわけじゃないでしょ。時多分ちょっとぶっ飛んだ思考の持ち主が。まあ、いけますね。ほい。まず一般的な答え、うん、身を守るための場所は押し入れや物置など隠れられて見つかりにくい場所が一般的らしいです。私よかったよかった。待って、やばいぞこれ。じゃあサイコパスの答え、自分が有利になれる場所、ドアの裏など迷わず答え、強盗に見つかることは考えない人はサイコパスな人。あ、だけどドアの裏に隠れて隙を見て逃げるとか、隙を見て戦うか。あの人がサイコパス。なるほど。戦いはせんな、怖えもんだって。みんなじゃあ、ちゃんと隠れてるから大丈夫だね。はい、セーフです。はい、次行きましょう。次、はい、問目。レレン。妻の葬儀中に来た、妻の友人に一目惚れをしてしまった夫。夫が、うん、その夜、子供を殺害してしまった理由は、妻が亡くなりました。で、葬儀中に来た妻の友人に一目惚れをしてしまった。その夜、子供を殺害してしまった。誰の子供？自分のじゃない。自分の子供？うん。この感じだと。殺害してしまった理由は？一目惚れしたんやろ。うん。その時に一目惚れをしたんやろ。そうそうそう。葬儀中に来た人が良くて、ぞっこんだったでしょ。その夜に、その夜、葬儀中の夜に、うん、葬儀中の夜って何や、葬儀した夜でしょ。葬儀した夜に子供を殺したん。はい。で、ついたやんから行こう。あ、私から、うん、私は普通に子供が邪魔だからじゃない、うん、普通にね、普通に考えて一目惚れしたし、でも子供がおるって思ったら、まあ、交際をね、その順調にはできないから邪魔って思ったんじゃない、っていう話。うん。ゲンさんは？俺も一緒ね。友人と一緒になりたいから、子供が邪魔だった。うん、同じような、同じような。あ、なるほど。あら、怪しいね。あ、あまねは、どうかな？私は、子供を殺したら、もう一回葬儀でその人に会えるんじゃないか。うわ、怖っ！それやん、絶対！なんで？嘘！これはありそうぞ。そんな怖っ！だってさ、葬儀さあ、一目惚れしたんやろ。だって、じゃあどうやってその人に会うの？そうやな。連絡先聞く。聞いたんかな？聞いたんならこれと思うわ。
いや、でも聞く手段がなくて、ただ一目惚れしただけやったら、その人に会うためには、今のね、アマネの発言を聞いて背中がゾゾ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 サイコパスの答え、子供の葬儀でまた友人に会えるかなと。入ったサイコパス来たー。1サイコ入りました。1サイコ入りましたねなんで普通に考えたらそうじゃん。普通に考えんのよ、そうやってサイコじゃない人は。もう1サイコですよ、これ、ね、怖いわそうでしょ。あーゾッとした。怖い怖い怖い、そんな考えに至らんもん、まず怖っやばアマネ1最後です。ありがとう。じゃあ、ありがとうじゃない、ありがとうは違う。次ね、はい、3問目。嵐の日にあなたは車でバス停の前を通りかかりました。そこには弱った老人、自分好みの異性、友人の3人がいました。車は2人乗りで、1人しか乗せることができません。あなたは誰を乗せますか。え、なになに、弱った老人、友人とイケメン、好みの一層異性やけイケメン、二人しか乗れんち、自分ともう一人ってことだろ。一人しか乗られんちことだろ、三人乗って。そう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 、普通にサイコパスになろうとせんでいいんよ、二人ともいや、誰を乗せるかっちよりも自分が降りるかな。これはあまりの思考が分かった。え、やめようかな。ダメ、もうダメ、もうダメ、もうそうよ。あまりの思考が分かったけど、これは2サイコの可能性大やぞ。やばっマジか。ああ、自分降りてイケメンと2人気になるみたいな。絶対そう。うわ、最低やん。マジこいつ最低やん。友人に運転してもらって、やだやだ、友人を運んでもらって、異性と一緒に、じゃあ絶対そう。もらったもん。もうそれやあまりはそれ、もう書くの途中でやめた。こいつマジ。おげんは、おげんは。友人。友人なんや。私も断然おばあちゃんやわ。うん、おばあちゃん。あ、お年寄りが優先ですから。だってさ、守ってもらえばいいんでしょ、自分はね、小イケメンに。でも最後中よりも悪魔やな、こいつ。お悪魔どころじゃない、悪魔やな、こいつ。だって好みなんだもん、しょうがない。最後吸い取られそうやわ。はい、答え合わせ。いくよ、一般的な答え、3人のうち誰かを選ぶ。でしょうね。そりゃそうですよ。はい、最後の考え。はい。これ読んで。はい。ほら、読んで。え？いや、これはちょっと違う。そうよ。いや、そうやけど、半分そうやけど、半分違う。いくよ、うん。友人に車を貸し、老人を連れて行ってもらいます。そこまではいいよ。自分はその場に残って、異性と残るのはある。でも、異性を暴行するって。そこまで。あ、そこまで。そこまではないわ。暴行するはないわ。やばいわ。犯罪やん。やばい、それはやばい、それはやばい。犯罪ない。でも、二人っきりで残るのも危ねえよ。そう。半分、サイコではないね。0.5 サイコぐらい。サイコではないけど。0.5 サイコぐらい、今日は。もう絶対サイコのかけらもないから、ね、ピュアピュアハート、ピュアピュアハート。はい、次4問目。イエス、4問目、はい、いきますよ。おい、自宅マンションのバルコニーに出たところ、おい、男が女性を殺害している現場を見てしまい、お男と目が合ってしまいました。怖っ男はあなたを指さし一定の動きをしています。ずっとそうやってしようって仕事やろ。まあまあ、男は何をしているのか。ずっとこうやってしようってこと。だからこうしながらこうやってしようかもしれない。それはやべえよ。おっ、最高。それは最高おったわ。あ、それは最高だよ。変質じゃないよ。何をしようかは知らんけど、こいつしようか、こいつしようか。これはやばい。もう俺これから頭から離れたよ。
今から離れるの、ね、これは普通だと思う。一番まともそうなお喧嘩でいこうかな。じゃあお喧嘩な、うん、なんで自分でまともってて、まあ、おぎやピヨピヨですから、ね、こんなんするやつかまともなわけがない。で、まあ、殺害現場を見られたから次はお前だと言っている。私は後ろにおるよって。おお、後ろにおるおるって言っていい？私二人とも同じの書いた。二つとも私はおげんのんとあまねのん両方書いた。どっちかかなって思って。一般的な答え。はい。次はお前だという意思表示。はい、私ですね。サイコパスの答え。あなたの部屋の回数を数えている。あー、なるほど。それはどうしたわ。1,2,3,4 ってことでしょ。やばー。あ、マンションだからか。そう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 。なるほどな。こうじゃなかったね。こうじゃなかった。忙しいの。やべえやつやる。それやばいね。よし、次だ。5問目。あなたはある男を恨んでいます。はい。その人の家に忍び込み、うん、殺害し、さらにその人の妻や子供、ペットまでをも殺害しました。それはなぜ？あ、でもこれサイコパスになるけど、どうしよう。もう一度しゃあないね。サイコパスになっちょき。はい、恨んでたある男の人が大切にしていたものを壊したかった。うん、なんかね、ちょっと俺、間違えたかもしれない。なん忍び込んだ段階で、家の中で火を放って家ごと燃やしたから全部死んじゃった。おかしいね。忍び込む必要性。それな。自分ごと言ったっちゅう。ごと言ったら言った。ごとね。てやま、私は悲しむ人が残らないため。後に悲しむ人が残らないため。そうそうそう。誰か一人残ってたら犬でもかわいそうじゃん。優しさ、優しさで全員やったってこと。そう、一般的な答え、顔を見られた。ああ、ペットが騒ぐと面倒だから。サイコパスの答えは、うん、あの世で再会させてあげようとしたから。若干たやむ。いや、残したらかわいそうってことでしょ。そう、そう、だからあの世で会わせてあげようっていう。若干また 0.5 だ。 0.5 だ。0.5 最高。0.5 最高。次。ラストかな。ラスト。目の前に自販機があるが、販売されている飲み物には商品名が書かれていなかった。あなたは喉が渇いていたので、とりあえず一本の飲み物を買って飲むことにした。買うとしたら飲み物の色は何色にする？じゃあおげんから。はい。おげんは透明。おう。うん。私と一緒。おう。透明や。私も。まあ、透明って言ったらもう水水水か、まあ、サイダーとかか。私茶色。お茶、お茶、うん、いつもウーロン茶飲むけ茶色。茶色は結構あるぞ。コーヒーも茶色やし、コーラも茶色やし。飲むわけやねえけ、そんな顔せんでいいんよ。コーヒー嫌だ、はい、コーラも嫌だ、はい。なんでこれでサイコパスかわかるのか。あ、ちょっと結果を見ていきましょう、うん、一般的な答え、何色でもいい、飲んだことのある色。次ね、サイコパスの答え、うん、透明。おお、なんで なんで水じゃんね。または色のついていないものらしい。なんで無意識に混入物を警戒しているって。ああ、そういうことか。でも私、常日頃から水しか飲まんもん。日頃から警戒しとんよ。警戒してねえよ。ただの体にいいものなんよ、水は。ということで、1ポイント、1ポイント。最高。そんな警戒したことねえけどな。ビニ玉。結果は1.5、1なんで、お二方に罰ゲームを受けていただきます。聞いてないですよ。あ、罰ゲーム聞いてないの？罰ゲームあるよね。何のですか？罰ゲームは、サイコの2人にはサイコっぽい発言をしていただきたいと思います。やべえやん、どげな発言やん。そんなんよ。サイコまでね。サイコっぽい発言、ちょっと考えてもらって。紅玉、お二方には罰ゲームをしていただくんですけど、はい、なんかお題があります。寸劇をするみたいです、はい。ちょっとサイコパスな2人という体で、まあ、カップルです。
はい、サイコパスカップルで。そうそうそう。で、行きます。天音が彼女で、私が彼氏役で。サイコパス劇場記念日、どうぞ。はい、ねえ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 、うん、今日、付き合って1年記念日だね。ああ、そうだね。今日ね、頑張って私手料理作ったの。おー、いいじゃんいいじゃん。で、美味しそうでしょ。あ、めっちゃうまそう。そうでしょ。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。この中に私の体の一部も入ってるの。そうなんだ、うん、ちなみにどこ入れたの。全肉。全肉、全肉入れたんだ。とっても美味しいように書いてる、じゃあそうなんだ、じゃあ俺も今度作ってあげるよ、全肉のお肉、うん、次はお前の番組だ。お前の番組だ。はい、というわけでサイコパス診断やっていきましたけども、うちのメンバーには2人サイコがいるぞ。サイコのうちにも入んないからね、絶対1点取ったから。怖い、お元気。これした人が一番サイコ。持ちネタになりそう。それでまあ結構面白かったね。みんなもやってみてください、ね、よければ。サイコパスの人の思考は分からん、分からん、うん、皆さんもサイコパスにはお気をつけください。はい。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。バイバーイ。サイコサイイヤホンガンガンクイズゲーム第2弾。食べ物、揚げ物、揚げ物、タルタル。